名前は泉浩太と申します。研究テーマは観葉植物の気候開閉制御というのをやりました。観葉植物っていう植物は気候を昼夜逆転した気候開閉制御をするんですけど、それが観葉植物の光合成に関わっている、リンゴ酸っていう質とあと PB っていう物質が、関係しているのではないかということで研究を行いました。インテルアイセフにこう出場するまでの、その準備として、もちろん自分の研究の内容については詳しくなったんですけど、その研究の、論文をその大学の教授の方とかに、実際に見てもらって、でそれ足りないところとかをこう指摘していただいて、それでこう研究っていうのをどんな感じで進めていけばいいのかっていうのが、あと分かって、っていうことと、あと実際に出場してその外国人の方とかと英語で実際に喋ってこう自信が多少ついたっていうところでちょっと変わったと思います。